予算1000円で行く旅です。熱々のおでんの穴場やお得な体験ができる無料スポットを発見しました。今日はこの町にお邪魔しました。遠くに藻岩山も綺麗に見えていますね。札幌南区の隅川にやってきました。今日の1000円旅はここからスタート。早速行ってきます。お値打ちグルメあり、無料スポットあり、今回は南区隅川真駒内を1000円で巡ります。早速パッと目を引くお店に遭遇、はい、見てください。あそこ何か湯気が上がってますよ。温かいもの食べられるのかな。そうせよ。こんにちは。こんにちは。あのこれっておでんです。おでんですよね、はい、まずは1軒目、韓国料理専門店のチョアヨ。韓国おでん、まずスープ、どうぞ。何ですか、スープ、違うんですか。これスープだけでもタダなんです。これタダなんですか。はい、スープもらっちゃっていいんですか。どうぞ。温まってるね。嬉しい、ありがとうございます。なんかこのスタイルってあのよく韓国ドラマとか、はいはい、映画とかで見たことありますけど、はい、もうそのままの提供で。本場韓国のおでんは練り物が基本。しかも1本100円からとリーズナブルなんです。どれがおすすめですか。おすすめは定番の、韓国の練り物なんですけども、あ、はい、よくドラマで出てくる。出てきますよね。平たいおでんと棒状のおでんが2種類ありました。私は平たいおでんをチョイス。美味しそうですね。さらにおでんのスープがおかわり自由でついてくる韓国スタイルなんです。100円お支払いします。はい、あ、감사합니다。감사합니다。購入するとこんな風にスープの中におでんを入れてくれるんです。たっぷりと。チョアヨとはいいねという意味の韓国語です。テイクアウトもできますが、せっかくですからお店の中でいただくことに。温まる。すごいお出汁効いてますね。なんだろう、あの深みがあって。何出汁ですか。牛の肉とかを煮詰めたりして、うん、だからちょっと甘みがあるんですね、はい、人生初韓国おでんをいただきました。 お出汁もしみしみですし、プリンとした歯ごたえ、これももうたまらないです。あの暑いのでちょっとずつハフハフってしながらいただくのがいいですね。韓国女優さんみたいですか。どうですか。もうね、チェジウにしか見えないです。やっぱり。古い。私もそうだと思いました。チェジウでもいい。結構長めに。そう思います。優しい。味方だ。優しかった。店内のメニューも充実しているんです、はい、おすすめを娘さんと息子さんに聞いてみると、はい、これ見たことある、あのジャージャー麺。チュンジャンという韓国の調味料があるんですけど、中華系の韓国料理になります。ジャージャー麺は上にかかった甘辛いソースが癖になる人気メニュー。780円税込み。それで終わっちゃう。必死が。他にもおすすめはこちら、スンドゥブラーメン。スンドゥブチゲという料理があるんですけれども、当店ではそれをラーメンにしてみて、豚骨の出汁を取って作っています。いや、美味しそう。あ、自家製キムチ税込み390円って書いてあります。なんとキムチだけで11種類もあったんです。さすが韓国のお店です。そう、しかもサキイカに、あとオクラキムチなど珍しいものばかり。どれがおすすめですか。自分はエゴマの葉キムチ。エゴマの葉。息子さんおすすめのエゴマの葉キムチをいただくことにしました。キムチの辛さはあるんですけれども、もっとその深みだったり甘みみたいのもありますし、後からエゴマの葉っぱの独特のえぐみ、苦みみたいのが来るんですが、これがものすごくよく合うんですよね。本当は
こんな風にご飯に乗せていただきたかったんですけど、これはいいですね。予算がなかったので、はい、映像だけでもお楽しみください。お料理とっても美味しかったです。このお店超ありがとうございます。ありがとうございます。家族仲のいい温まるお店でした。続いて訪れたのは100年以上の歴史がある紅桜公園。ここいいですよ ね、 ね、紅葉のピークが過ぎた今は無料で見学することができるんです。開拓を記念して建てられた神社でお賽銭を20円入れました。この先も長く皆さんに愛される公園であり続けますように。値段関係なくて、なんで20円だったんですか？5円とかじゃない？20の円がありますようにの20円です。じゃあ50の円でもよかった。確かにそうですね。今週中はギリギリ紅葉も楽しめるということです。さて、公園の奥に向かうと素敵な建物を発見。ここは予約なしでも無料で見学ができる紅桜蒸留所。早速訪ねてみました。失礼します。こんにちは。今日って見学できたりしますか？大丈夫ですか、はい、ここは北海道初のクラフトジンの蒸留所。北海道の素材にこだわったジンを製造しています。どんな感じで作られていくんですか？まあ、この中にそのアルコールと水を足したものを入れて、そこにまあジンの原料となるそのジュニパーベリーであったりとか、まあ、いろんなボタニカルをまあ浸して、で今度はボイラーでこう熱を入れていって、アルコールが気体になってこう上に上がっていくんですけど、こう上を通ってずっとこう右の方に、このパイプを使っていくんですか？はい。すごい。どうしてまたジンの蒸留所を作ろうと思われたんですか？あの、まあ、元々ここの公園がすごいいろんな植物があって、であとはあの地下水というか伏流水を こっちまで引いてきてるんで、まあ、クラフトジン作るのに適した環境だったっていうところが大きいですね。蒸留所の2階にはジンの販売や無料の試飲コーナーもあります。2階も素敵ですよ。こんにちは。わあ、すごい、たくさん並んでます。紅桜公園の素材を生かしたジンなどおよそ7種類。まずは定番のジンから。こちらなんと日高昆布、切り干し大根、干し椎茸、ボタニカルに使っております。そうですよね。あのスタンダードなのに昆布とか、そうなんです、切り干し大根が入ってるんですか？出汁出ちゃってる。ジュニパーベリースパイスですね、こちらが入っているっていうのがジンの定義なんですけど、はい、スパイスな感じと華やかさの他に昆布とこの出汁の旨味がいい感じにマリアージュしてて、とっても美味しいジンになってます。そのラインナップ聞くとちょっと味噌汁みたいな感じでそんなイメージ湧いちゃいますけど、こんな感想で申し訳ないです、ね、これからジンを飲むんですよ。続いてこちらも驚きなんです。紅桜公園のもみじ入っておりますね。え、中に、はい、もみじがそのまま入ってるんですか？かわいい。飾っておきたいぐらい、ね、紅桜公園で採れたもみじや梅、吹きの根などで香り付けをした貴重なジン、試飲もさせていただきました。梅の感じ結構しますね。ちょっと酸味っぽいような、植物っぽいような、でもすっきり感もあって美味しいです。あ、これ新しいです。おすすめのだし割りも特別にいただきました。どんな味なんですか？すごい。お出汁の後からちょっとこのジンのアルコール感と複雑な香りと、はい、いろんな表情を見せてくれますね。あの洋酒なんですけど、和のボタニカルを使っているので、和風のお料理ですとかこういった出汁割りに相性がいいので。変わってこちらは11月に発売されたばかりのパウダースノー。中に銀粉が入っていて雪が舞うイメージで作られたジンなんです。ロマンティック。ブルーチーズやトウモロコシなどで香り付けしているそうなんです。
すごい。そんな違いがあるんだ。こんなに違うものなんですね。まろやかでちょっとミルキー感っていうんですかね。で、口当たりもすごくいいですし、イタリアンですね。フレンチなんかでも合うと思います。そっか、はい、洋の食材に今度は合っていくんですね、はい、同じジンでもこんなに和にあったりとか洋にあったりとか変化するもんなんですね。今後もこの紅桜公園とともに長く愛されるジンを世界中に広げていきたいとおっしゃっていました。見学は日曜日はお休みとなっています。代わって隅川のお隣真駒内にやってきました。お、あ、あれ見てください、写真飾ってますけど、ここは真駒内通りに面したスイーツ店。最後まで一口目って書かれてますよ。これ一体何なんでしょうね。真相を探るべくお店の中へ。店内奥ではスコーンがどんどん焼かれているんです。 100% 道産小麦と生クリームにこだわったスコーンはファンが多く、ここから全国各地に発送されているそうなんです。見てください、目の前に並んでいるの、いい香りの正体はこれですね。スコーンがたくさん並んでます。このお店はスコーンのお店で間違いないですか、はい、スコーンとジェラートを使って作るソフトクリームのお店です。ジェラートに果物を入れたソフトクリームはお店の看板商品。人気はこちらのいちごミルクソフト450円。さらにそこにロングスコーンをトッピングするのがおすすめなんだそうです。こんな形のスコーンもあるんだそうなんです。これすごくて20センチ以上のスコーンで食べ応えも抜群思ってたのより長かった。そうなんです。私が気になったのは7種類あるスコーンです。これとかいいんじゃないですか。枝豆チーズ、スコーンに枝豆とチーズっていう組み合わせちょっと見たことないですね。290円で枝豆チーズを購入。ところでお店の前にあった最後まで一口目という言葉、はい、この意味は何なんでしょうか。最初の美味しい一口目の美味しさが食べ終わる最後まで美味しさが続くという意味でつけました。ますます味が気になりますよね。イートインでいただきました。スコーンのほんのりとした甘さと枝豆とチーズのしょっぱさがものすごくよく合うんです。こんなお食事系のスコーンはちょっと初めて出会いました。見た目も綺麗、おいしい、ゴロゴロ入ってるんですよ。最後の一口です。最後まで一口目の美味しさ続いてました。本当におっしゃる通りでした。これ今度食レポで使わせてもらおう。カラフルクリームは真駒内発、全国から愛される人気のスイーツ店でした。真駒内といえばここ真駒内滝の霊園も外せませんね。お参りに来る方だけではなくて観光客の方にとっても今大人気のスポットになってるんです。海外の方多いらしいですね。そうなんですよ。これモアイ像です。しかも一体だけじゃなくてずらーって並んでて圧巻ですよね。ただ観光バスはモアイ像を通り過ぎてその先へ。あ、もしかしてあれじゃないですか。頭だけちょこんって見えてるの。今観光客が殺到しているのはこの頭大仏を拝むため。なぜ頭だけなのか担当者に伺ってみると、どうしてまた大仏の体が隠れてしまってるんですか。これは建築家の方に相談したら隠してしまう設計の方が良いと言われてこういうふうにやりました。最初は見えてたんだけれども、はい、隠した方がいいよって言われて、はい、後から隠すことになったんですか。その通りです。
こちらが世界的建築家の安藤忠雄氏のスケッチ。大仏をもっと厳かに心を引きつける存在にしようと、夏はラベンダー、冬は雪で覆うという前代未聞の発想が的中。隠すことで見たくなる深層心理に刺さりました。全体を拝みたいという方のために拝観料を支払うと、大仏の全貌を間近で見ることもできます。今では観光名所としてガイドブックにも載る人気のスポットになっているんです。敷地内にはカフェがあり、ここでは面白いグッズも売られているんです。頭大仏のファイルや可愛らしいデザインの絵馬も。中でも人気の品はこちらの T シャツ。頭大仏、頭大仏って漢字で書いてありますよ、はい、こちらが外国の方に大変人気になっております。さあ、あとは残金200円の使い道ですよね、うん、おみくじちょうど200円ですよ。測ったかのように、ほらぴったり合ってます。えい、よいしょ、これにした、えい、中吉でした。おみくじの裏には大仏の写真、そしていろんな言語で分かるようにおみくじになっているんです。中吉が出て、そして1000円ぴったり使い切れました。イエーイ。無料スポットあり、発見あり、楽しい旅でした。まあ、旅としては大吉だったんじゃないですか。いや、ね、本当にそうです。満足感高かったですよ、ね、え、いや、こういう韓国風の、ね、おでんというのもあってね、いや、美味しそうですね。これからの季節いいんじゃないですか、この温まって。本当にほくほく温まりますし、それからこの地域すごく自然がいっぱいですので、それを楽しみながら散策するのもいいかもしれませんね、はい、1000円でも存分に楽しめるということですね、うん、はい、満足感ありましたね。